富安風生句碑、湖浮かびの儀に沈む章の屋根、富安風生4月16日から1979年2月22日は、愛知県出身の俳人、本名は賢治、高浜虚子に師事、逓信省に勤めながら、俳詩、和歌場を主宰、温和な作風で知られた、愛知県八名郡金沢村生まれ、豊橋町立豊橋尋常中学自習館、第一高等学校、東京帝国大学法科大学卒業。卒業後は、逓信省に入り、後逓信次官、1912年に、平塚の安宿母堂で療養。俳句を始めたのは遅く、1918年、34歳の時福岡貯金支局に支局長として赴任した時期に、吉岡全自動の手引きを受けたことに始まる。翌年に、福岡に来た、高浜虚子に接し、ホトトギスに投句。同年に本省に転勤。1922年に、東大俳句会の結成に関わる。1928年、逓信省内の俳句雑誌、岸風三郎、菖蒲綾、清崎敏夫、加倉井秋夫、岡本瞳らを育てた。また、ホトトギスの漁師、浜由美が同年7月号から解題により、足火となった際には、水原秋桜氏らと共に、同人の一人であった。1929年、ホトトギス同人。1936年、逓信次官の職を辞して、官会を引退、苦作三昧の生活に入る。戦後は、電波管理委員会委員長を務めた。1971年、日本芸術院賞受賞、日本芸術院会員となる。1979年、動脈硬化症と肺炎により死去、94歳。若葉主催は、清崎敏夫が継いだ。工夫は、中道的で、東大俳句会では、水原秋桜氏や高野素十らの持つ熱気に対しや老成していた。高浜虚子は、風生の第一句集、草の花の序に寄せて、風生の句を、中世、音が年、穏健、妥当な序法と評している。山本賢吉は、著書、現代俳句において、秋桜氏や山口清氏、中村草田らが仕事の傍ら言っていた俳句への打ち込みが、余儀の域を脱していたのに対し、富安のそれは、どこまで行っても、余儀としてたしなむ幽廃の感じがつきまとうと評した。大林安弘は、風生の特徴を、厳選された言葉で的確に対象を描き出すところに、あり、わからせるための表現を避けることで、かえって意味の広がりを作っているとしている。代表的な句に、みちのくの伊達の郡の春高な、まさおなる空よりしだれ桜かななど、喜べば、しきりにおつる好みかなといった軽妙な句もあり、ホトトギスを除名された杉田久女はこの句を皮肉って、喜べど好みも落ちず金涼しというパロディックを作った。また風生は1934年に何もか持ちつておるなり、へっつい猫という句を作っている。へっつい猫は風生の造語であったが、この句が虚子に認められたことで、へっつい猫が新季語として登録されることとなった。富安はまた植物に詳しかったため、植木屋の富安の意で、食富のあだ名で呼ばれた。師である虚子との信頼関係も厚く、虚子は1938年に共に秘書に出かけた際の出来事をもとに、風生と師の話で、涼しさよという句を作っている。なお小沢実にこの句を元歌取りした、虚子もなし風生もなし涼しさよという句がある。風生庵と、桜風生庵からの富士山の眺め俳句の太刀、風生庵は山中湖村平の地区に残る、旧家旧、天野伝町宅を古民家の保存と活用のために、文学の森公園内に移築したものである。風生は昭和28年8月より、旭日給の湖畔の山荘を唐松荘と命名し、昭和53年まで、避暑地として、毎回山中湖で過ごし、山中湖村青年俳人のグループ、月の公会の句会で選句、指導するとともに句を詠んでいた。山中湖との、こうしたゆかりのある、富安風生の部屋の一部を改築して、東京都豊島区池袋にあった、旧風生支度の書斎の再現を試み、風生庵と命名された。室内の家具類は、風生の使用していたものであるが、建物自体は、風生と関連性はない。建物内には風生に関連する収蔵品、宝飾品、愛用品が展示されている。富安健児に関するカテゴリー、ありがとうございます。